三人とも、よくぞ戻ってきてくれた。第一世界を取り巻く状況について、改めて分かってもらえただろうか。ええ、目の当たりにしてきたわ。光の氾濫から逃れたのはわずかな地。そこに生きる人々は罪悔いの脅威にさらされ続けている。あれらを退けるのは途方もない話にも聞こえるだろう。だが人は多くの犠牲を払った結果、一つの可能性を見出すに至った。罪悔いたちの集団を束ねる上位の個体、大罪悔いの数は限られていると分かったのだ。アリが女王を亡くして巣を作り得ないように、大罪悔いさえ倒してしまえば、有象無象の者は一体での活動を諦めるだろう。しかし罪悔いの討伐をユールモアが許すだろうか。ドン・バウスリーは罪悔いを操れることを最大の武器にして統治体制を築いている。そこに罪悔いを倒して回る者が現れれば、最悪敵対もしてくるだろう。その通り。つまり場合によってはユールモアを牽制しつつ、大罪悔いの討伐を目指さなくてはならないだろう。それが私の、そして第八霊祭を防がんとするあなた方の現在の目的ということになる。それでは少しだけ時間を拝借して、世界の統合や霊祭とはいかなるものか説明するとしよう。太古の昔、たった一つだった世界は14の世界に分かたれた。あなた方のいた原初世界、そして第一世界を含む13の共造世界だ。これらの世界は隔たれているものの、互いに干渉し合っている。特に大元である原初世界とはね。ここである共造世界にて、特定の属性の力が異様に高まったとしよう。すると水が高いところから低いところに流れるように、高まった属性の力が原初世界に流れ込み始める。当然原初世界にも影響が出るだろう。それが火属性ならば大火や日照りに、氷属性なら過酷な寒波にという具合だ。異常はどんどん起きやすくなり、何かのきっかけで大規模な災害が発生、世界を隔てる壁に割れ目が生じたとしたら、原初世界に向けた力の本流が発生、その勢いで世界は統合される。同時に共造世界が有していた偏った属性が全て流れ込み、きっかけとなった災害を一気に助長する。地震に土属性の力が加われば、それは地殻さえも砕くだろう。津波に水属性ならば大陸すら飲み込む規模になる。それが
霊祭と呼ばれているものの正体だ。これまでに7つの霊祭を伴いながら7つの共造世界が統合されてきた。今光に偏っている第一世界もまた統合の条件を満たす可能性が限りなく高いと言えるだろう。そして光に偏る一因を担っているのがやはり罪喰いだ。先ほど話した大罪喰いは自らのテリトリーに強い光を振りまく。光の氾濫自体を回避したはずのノルブラントが夜を失うほど光で満たされている。それが原因だ。したがって大罪喰いの討伐は第一世界の属性バランスを正常に戻し統合を防ぐためにも必要不可欠なんだ。私たちはこの話を前に聞いてね、それぞれのやり方で準備を進めていたんだけど、具体的な成果はまだ。大罪喰いはなかなか姿を現さないというのもあるが、ことにある特性によって君の到来を待つしかなかったんだ。お話し中失礼いたします。水晶湖緊急事態発生です。ホルミンスターの地が罪喰いに襲撃されているとの報告あり、敵はかなりの数らしく村が全滅する恐れもあると。ホルミンスターを襲った罪喰いがクリスタリウムに流れてくる可能性もある。各門警戒態勢を取るように命じてくれ。お前自身は現場の指示を頼む。ただし突入は私が行ってからだとアルフィノとアリゼイに伝えてくれ。はどうかあなたの力も貸してほしい。話の続きはあるいはこの戦いでおのずと知れよう。